10分だけ、10分後起きようってアラームかけて、ソファーのとこに座ってこうしたらもう寝てました。すごくない？でアラームですぐパッて起きて、完璧。私寝起きめっちゃ良くない？なんかあアラームでパッて起きてピッて止めて、自分でもびっくり、んーとかなかった、パッて。ありがとうございます、みんな。こんばんは。バイト終わりか。お疲れ。ありがとうございます。星もカウントもギフトもありがとう。今日の配信は2、そうです、2時間です。ありがとう。無理せずに、いや無理せずにというのは多分無理なんですけど、でも別で影響が出ちゃうぐらいはちょっとね、あれなので。ちょっとずつ無理しつつやる感じで頑張らなければならん。明日はさ、ちょっと合間が迷いますね。多分ね、そのおしゃべり会の間にいろいろちょっとやる、明日のうちにやらなければいけないことがあって、だから多分明日は終わってからの配信にしようと思うんですけど、
からさ、ちょっと決めなきゃね、時間。うん、明日行くのでよろしくお願いします。ありがとうございます。お待ちしてます。明日9時半、夜ね、9時半から今日みたいにやるとしてよ、どういうあれで行こうか迷う。何かいい案がある方、お願いします。愛さんも拝見するだけで十分幸せってことですかね。ありがとうございます。15分ずつできるときにやる。あ、いいかもしれへん。15分ずつやる？ちょっと待ってね、メモってます。あ、間違えた。明日、どっちがいいかな。9時。
と待って、15分刻みなら3時間制限あるけど、でどういう意味明日1部と2部の間で、嘘、2部と4部の間、3部の時にやる、5部の時にやる、7部の後にやる、待って、嘘、何にもない、ちょっと待ってね、どうしようかな、どうしようかな、12時に終わったとして、15分にして、しゃべり会はね、アクリル板っていうか、このあれがあるけど全然聞こえますよ。でもみんなはマスクしてるから、やっぱと、あと会場がねガヤガヤしてるから聞き取りにくい時もあるけど、でもまあ割と、ヤクさん、クマありがとうございます。普通に喋れたでしょ、割とね。3と5から8が空いてます。ん？明日？いや、3部、5部、ん？私6、7部もあるんですよ。だから3、5、8が空いてるんですけど、1部、2部やって、3部の時に30分やって、で4部やって、その後15分やって、6部7部やって、15分やって9部10部にしようかなとか思ってます。で一旦そこで1時間分じゃん、おしゃべり会中に。で帰ってきて9時半からやるか、それがいいかも。そうね、めっちゃハードスケジュール、ちょっとやってみらんことにはわからん。でも メインはおしゃべり会なので、そっちにこう影響が出るのはちょっと
私的には違うなって思うので、なので本当は間全部30分とかやりたいけど、やっぱ直しの時間とかさを取りたいし、15分、1個目、一部二部割だけ30分にして、残りの 2つの空き時間は15分にしようかなっては思っておるかな。8部休んだ方がいいと思う。あ、2部続きだからね。あ、でも15分なら、ね、あのさ、夜どうしよう、明日一旦それ苦労しました、ありがとうございます。あ、15分あれば星遊びに行ける、なるほど。9時半開始、そう、9時半開始、10時半までやって30分空けて11時か12時とか、どうですか、どんな感じ。24時、ありがとうございます。まあ3時間いっぱいそりゃ使いたいですけど、どうなんですかね、明日の自分に聞いてみなければ分かんないんですけど、一応ちょっと予定としてはこれでやってみようかしら。いいと思います。一応握手のてかおしゃべり会の途中でやろうかな。だからお昼とかにもし時間が合う方は見に来てもらって、配信の感覚1時間半くらい開けるのが、あーでもね、1時間半開けれる場所がもうなくて、そうそう、だから9時半から、あ、夜は9時半から10時半の1時間と、30分開けての11時から12時の1時間でもいいのかしら。
感じ。これで集めに行くのが難しかったら間隔を開けようかなとも思っとる。一応これでメモるね。こっち用意してなかった。夜は今日と同じでいいと思うよ。おお。2時間配信。ありがとう、星集めて待ってるね。ありがとうございます。感謝感謝。配信回数が多い方が星を多く投げられる。あ、そっか。じゃあもっと細かくルール分ける？全然あり。755にさ、なんかいい案ある人いい案がある人はちょっと書いてほしいかもしれへん。夜の9時半以降で、明日も。タキシードサムだ。ゆいちゃんありがとう。ありがとね。みんな眠くないの？遅くまでありがとうございます。協力していただいて。少し眠い。そうだよね。ああ、頑張れ、大好き。ありがとう。明日新幹線で帰りながら見るね。ありがとね。新幹線で帰るのね。気をつけて。
旦じゃあランキング読もう。13位竹星さん、12位佐藤敏夫さん、11位ヤクさん、10位フングさん、さえちゃん大好きさんありがとう、9位まさしさん、8位ルビンさん、7位カッシーさん、6位栗原琵琶湖さん、5位アローンさん、4位とうちゃん、3位つかささん、2位カッツン、1位 M おばさん。さっきさあれスクショしたいっていうのがあったので、ちょっと待ってね、カメラじゃない時計開いとく、あと1分ちょっと。何人に使えるか分からんけど、一応ありがとうございます。あと1分、今日も一日ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。私はもうちょっとだけ頑張って寝ます。じゃあ取りまくったありがとうございました。頑張ろうぜ。みんな時間があるときぜひちょっと細かく分けての時間になるんで、明日時間が合えば見に来てねー。